江戸時代幕府が江戸に入る鉄砲に目を光らせたのは有名だが他にも密輸を厳しく取り締まった荷があるガンやカモなどの野鳥類もその一つだ捕獲から販売まで流通全般を統制し手形で移動を管理したという背景には徳川将軍家や御三家が行う りがあった大衆による野放図な鳥量漁と流通は権威の象徴である鷹狩りの妨げになる特に江戸の金号に設定された鷹場での漁は固く禁じられたそれでも盗み取り密漁や隠し取り密輸といった非合法行為は後を絶たなかったそうだ 人々の食欲が金星破りを後押ししていた。高将軍と鶴の味噌汁、江戸の鳥の美食学、菅豊町によると、江戸時代は野鳥料理の味が庶民にまで届いた鳥食文化の卵熟期にあたる。美味な野鳥は贈答にも使われるなど、商品価値が高いために、片木の商売人以外も 暗躍した今は狩猟期日の出時刻が過ぎると遠くから猟銃の発砲音が聞こえることもある江戸時代と種子は異なるが銃や狩猟の規則が厳しいのは現代も同じ先日合法的に取られた一羽をいただき鍋にして食べた口に広がる野趣と地味 江戸の人々を虜りこにしたわけがわかる。